メタサポーターたちが大きな声援を送っています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、どういった立ち上がりになるんでしょうか。ここはドリブルで上がる。左から上がっていきます。上田、ルーズになる。橋本、もうこれいいでしょ。上げてくる、来た、どうだ、まだある。仕掛けるタイミングを図る。ウィリアン・ジョゼフ、さあつながるか、さあ来たか、フリーだ、触る、こぼれた、ボールを追います。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。中川、ここでファールがありました。およそ30メートルというところです。壁の隙間抜けませんでしたね。エデゴーア、まだある。エデゴーア、ミドルシュートを打っていきました。橋岡、大島へ、ジョレンテ、エデゴーア、ポルトゥ、大きく縦へ、橋岡、長いボール縦へ、三浦、ここは対応します。佐々木、大島から中川、中川がミドル、キーパー、これよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。ここで長いホイッスル、前半終了です。前半0対0。両チーム得点につながりそうなシーンもいくつか見受けられましたが、結局スコアに動きはありませんでした。攻め際の状況でも攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていれば、この後優位に進めていくことができますからね。そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。0対0のまま後半に入ります。早々とこの後半始まっています。引き締まったゲームになってますけど、このまま終わるとは思いませんよね。はい、頭決まった、先制、後半にゲームが動いています。いや、よく反応しましたね。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジショニングを取って、落ち着いて枠に流し込んだいいゴールですよね。1対0、先制しています。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。室谷、ここは奪います。橋岡から大きく縦、いいプレッシャー、チャレンジはしません、後ろに流す。
森島、森島へ、エデゴーア。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ホーム側としては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。大島、ふわっと裏を狙う、モンレアル。交代枠を2つ残しています。スペースを狙った。ここは間合いを取る室谷、ここは競り勝ちます。ここでファールがありました。さあセットプレー、直接狙うにはちょっと厳しいか。クリア、このピンチをなんとか出します。シュート。ウェルサバ、チームのキャプテンとしてプレーしています。オフサイドか。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。プレッシャー、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。打つ、中村、ルーズボール。バスコ・ギプスコアは選手を変えるようです。クロスを選択、中川。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。裏を狙う、仕掛けるか、抜けてくる。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。エデゴーア、ポルトゥ、渡ります。とボールはスルーパス、おいい形ですよ。クロスの選択、ミケル・メリノ。さあ左サイドへクロス、カット、チョウザー、惜しくもシュートが外れたところで終了の笛。1対0。